一つはこんな大きいんだ。おいしい、すごい。一口は絶対無理だ。こんにちは、増渕幸代です。今回は茨城県日立市にある長年地元に愛される老舗中華料理店桃園にやってまいりました。そして今回いただくのはこちらです。うわー、すごい。え、あら、思ってたのと違うの来た。そういう見てください、これ。ちょっと1個持ち上げますよ。見て、すごい。一つがこんな大きいんだ。いやー、確かにさっきなんかスタッフさんが4人前とか言ってるのが少ないなって思ってたんですけど。あー、なるほどね。20個あるけどこれ相当な量ですね。わー、いい匂い、美味しそう。では早速、よし、いただきます。うわー、重いねこれ1個がね。うん、あ、うん、おいしい、すごい。皮もっちもち、中ふわふわってことですね。しかも表面がしっかりと焼いてあるんで、ここでちょっとねパリッとしてね、食感完璧ですね。中の具が変わってるんですよ。中がすごいねふわふわなんですけど、これ餃子の中身はキャベツ、ニラ、ニンニク、生姜でできてるんですって。で、ラードを入れてまとめることによって、このね、ちょっと新食感ですね。美味しい。なるほどね、だからちょっとヘルシーなんだ、こんな大きさでも。皮がいいですね、もちもちの。この皮、うまっ。最高。大きい、すごい。このデカ餃子 vs 私の口。一口は絶対無理だ。でかい。5個で1人前って、これ食べきれる？普通の人が一皿で、多分女の子だったらこれ1個でお腹いっぱいっていう子いると思う。なんとこちらのラー油もですね、手作りなんですって。ラー油手作りってすごいね。あ、いい香り、すごいいい香り。あ、おいしい。全然変わりますね。なんかね、普通の市販のラー油より全然香りが強いんで、この大きい餃子に合いますね。すごい、あ、辛い、後から来る。やっぱり餃子にはね、ご飯が必要ですよ。絶対熱い。うまっ。これだ、これ、うまっ。はい、それでは最後の一口いただきます。あ、大きいけど、なりました。やっぱ大きかった。はい、ということでペロリペロリ。食べてる途中で気づきました。この餃子ね、多分一つおにぎりぐらいある。超大きかった。いやでもね、ほんと美味しかったです。かなり満足感があって、
あとね、なんかやっぱり具が野菜だけっていうのがあって、パクパク食べれちゃうんですよね。一人前、一人で食べてる方はまあいなかったけど、でもいけるんじゃないかな。で、皆さんもぜひまず一人前からチャレンジしてみて、どん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 増やしてってみてください。これハマりますよ、この餃子。ということで、ごちそうさまでした。